序幕をよろしくお願いします。せーの。あのー。まあ、本編でもデザイン担当している前田真広が描いた、あの。三人目のライダーのイラストです。これが初お披露目です。森山さんどうありがたい。ていか、めちゃ嬉しいですね。 でもこれってもう最終的なデザインがそのまま投影されてるビジュアルってことですか。あ、そうですね。本編デザインが投影されてます。後から描いてんですかね、これは。あ、これは後から描いて。あ、そうなんだ。後からなんだ。るほど。後からだからすごい正確に描いてる。うん、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。これ確かに。これで三人揃いましたね。本当ですね。ね、皮の質感とかよく描けてるよね。いや、なかなかすごい。素晴らしい本当に。 これもポスターになったりするんですかね多分するんじゃないですかねもったいないうん商品にもなると思いますよ。いいうん。こんなにかいいとねください <laughs> いやか。またこのフォトセッションでは仮面ライダーのマスクをお持ちいただきます池松さん、榎本さんがお持ちのマスクは実は初お披露目となる仮面ライダーのマスクとなりますこちら詳細は続報をご期待ください <laughs> えー、そして桂馬役兄妹 演じられました浜辺さん、森山さんには、森山さんが演じられた仮面ライダー第0号のマスクをお持ちいただいておりますあのやっぱスーツ、かっこいいけど、なかなかやっぱりこう動きが制限される、ライダースーツ、すごいなと思いながら動いてましたけどね。 来てる方が動きづらいですもんね。まあ動きづらいです。消費なんでね。そうですね。めちゃくちゃ汗かくけど、皮膚呼吸ができない感じで、そしてすぐに体が冷えていくっていう。あそうなんだ。そうなんだ。瞬間がすごい。あと面がギリギリだったんです。麺的に。そうですね。だからなかなかね、呼吸見えるところも少なかったし。そうですね。確かに。 あとととも難しかったと思いますう本当にあありがとうございました <laughs> あいいあの衣装合わせの時とかもまあ僕2号のあれでいうと1号にとあのこういうラインが入ってたりするね、はい、あれを1ミリ縮細くしたり2ミリ太くしたりとかで、うん、全然印象が違うっていうのをあの衣装合わせの時に監督やられてたじゃないですか。はい 僕は全然違いが分からなかったんだけどでもやっぱり出来上がったものを見ると非常にスタイリッシュっていうかかっこいい方向で考えてったって感じですかいや印象ですね最初はね印象ですかもうあの50年前にあの元があるんで<あ>なるべくその印象に近づけたいあああのここのラインの素材と幅はとってもこだわられて。 えー、最後に出てきたやつもここの幅にすごいこだわってたもうマジックでこう間の線をあと何ミリあの太くするか細くするかっていうのをやってましたね。